どうも金曜日のね、お昼の時間にすみません。今日の10時過ぎに、日本維新の会と唯一の党の統合による新改編の届出を提出しました。所属議員は14名でございます。これは私は日本維新の会の参議院の会長をやらせていただいて、寺田先生が唯一の党の参議院の会長をやらせていただいているので、2人で今日は皆さんにそのご報告に参りました。名前はですね、日本維新の会中ポツ唯一の党、はい、で会派の代表は一応私ということになりますので、今まで両党は両党として頑張ってまいりましたけどね、やっぱりこの際統一会派を組む方が両党にとって十分な審議ができる、そういうチャンスが与えられる、そういう意味でね、院内活動の活発化、これは両党にそのメリットを還元できるということから、話し合いでね、統一会派となったわけでありまして、ここでまあ議運にも席を与えられたり、本会議でのね、代表質問ができたり、それからまあ所属委員会その他でも、ね、いろいろメリットが認められますので、両方共同して一体的にね、院内活動を展開して国民の期待に応えたい、まあ、今までも我々はね、責任野党とこういうことを標榜してまいりましたが、一緒になることによって単なるプラスじゃなくて、かけるぐらいのね、相乗効果を発揮して国民の期待に応えるような、また参議院らしいね、審議が展開できたらと、こういうのを思っております。これから大型連休に入りますんでね、今後の会野としてのいろんな活動のあり方や役割分担、割り振り等はですね、十分寺田会長と私で相談をして進めてまいりたいと思っております。そしてできればね、これにとどまらず、もっと大きな統一会議、もっとさらなる野党再編にね、進んでいくことをのステップにできれば、これは私個人は思っています。私から以上。片山会派の代表が今申し述べた通りですね、野党がしっかりしなければ日本の政治というのは立ち行かなくなっちゃうんじゃないかという危機感がありました。そういうことで、片山さんとも相談しまして、統一会派を組むと、簡単に言うとお見合いしたような感じで、将来できれば大きな夢を抱けるようにですね、またこの統一会派によってですね、他の野党の皆さんもですね、いろんな形で考えてくださると思うんで、そういうことでは、その、なんていうんですか、できるだけ多くの方々に参集していただきたいな、率直にそういう行動もしたいと思っていますし、そういう考え方で進めてまいりたいなと、そう思っています。一つ皆さんよろしくご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ご質問ご意見があります。すみません、新しいことについて申しますが、両会長にお聞きしたんですけれども、今回の統一会派の結成で、両党がですね、視野にしてどうやら、党の抜擢というのは、これが進まれるとお考えですか。これで実績を上げて、なるほどな、これな、もっと合流合併まで行った方がいいなということなら、そういくでしょうね。今の一強対立状態が、今、寺田さんが言ったように、このまでは、この政治は衰弱するわね。で、野党がしっかりしなダメなのよ。その野党がしっかりその芯を作ろうということが狙いだから、今言われたような方向にことは望ましいけれども、それは今後の会派のあり方次第だね。それから過去、ね、他の野党の投稿だよね。統一会派を組むっていうのは、それなりの常時打ち合わせができるということですから、いろんな面でシンクロナイズされていくと思いますしですね、政策的なある面で少しの違いがあってもですね、そういう点で新たなことを見出していくことができるんじゃないかと、私はそういう期待をしてますし、それがですね、野党会派にも影響して、それが大きな輪になっていくようなことをしたいなと、そう思っています。片山先生とは私、知事大学ずっと10年もお世話になってまして、
そういう関係もありまして、何でもお話しできる。いろんなことをやられてる、秋田県知事としてね。あ、まあ、その時代ではそんなに。なかなか感謝してると。それは私たち自民党だよ。ありませんか。いや、すみません、もう一度、今後、その統一会が他党ともっておっしゃいましたが、みんなの党に関して、統一会が来ることが検討されるんでしょうか。もちろん、それは、はい、同婚だと思ったの、兄弟喧嘩してる。政策はね、与野の党とも似てるしね、みんなの党ともそんな違わない。はい、小さくいがみ合ってるようにね、大きく共通項をね、広げていくっていうことが野党考えないから、小さいとこで左右を言うようにね、大きなとこでまとまっていく、共通項を求めていく、そういうことが必要なのよ。政党間の引き合いっていうのはもう今はそれだけ野党はですね、野党の政党間のお互いの足の引っ張り合いっていうのは、これは私は国益にとってもマイナスだと思いますしですね、やはり野党がしっかりすることによって、日本の政治もある面では自民党が暴走しないような政治ができると思いますので、そういう点では大事なポジションだと思いますし、大きな責任を負ったと思っています。すいません、文化放送ですけれども、先ほど武見さん、大きくまとまっていくことが大事だということをおっしゃいましたけれども、大きくまとまるために一番の障害となる点というのはどういうことですか。まあ、やっぱりね、政治に対する認識を共有するということが必要だしね、基本的な政策が一致したいわね、で、私は今の野党を見てて、まあ、いくつかの党はを除けばね、大きくまとまる可能性だと思うんですよ。その努力がね、お互い足りなかったような気もするな。勝利を捨てて大道に着くっていうね、そういう努力、姿勢ということが必要かもしれませんね。その努力とは具体的に、例えば統一会では政策の連携、いろんな活動を一緒にやることね、一番いいのはこの合流合併なんてこともあるんでしょうけどね、これもなんかいろんな問題、向かいとかあるから、統一会派だとか、まあ、今ね、野党は政策的民主会議なんていうのを、ね、毎週やっててね、原理派なんかでは相当ね、前よりは進んだと思いますよ。そこはみんな努力してる。ただ原理派が数が少ないから通らないわね、潰されたり審議されたりね。だからそういうことは与党にも分かってもらいたいんだけどね、国会は法律作るとこなんで、自らが政府から来たものだけやるとこじゃないのよ。もちろんそれも必要なんだけど、各方がもう圧倒的に常務質問あれだわね、中止になったからね。すいません、毎日新聞密だと言います。何？毎日新聞密だ。はい、どうぞ。はい、大きくおっしゃられるような大きくまとまるためには、民主党をどう巻き込むかというのもあると思うんですけども、今回の統一会派としてどういう刺激を与えると思いますか。まあ、民主党は今大きな党だわね、特に参議院では大きいんだよ。だから民主党の中にもね、似たような考えの人がおるしね、似たような政策もたくさんあるんで、それは大同団結は民主党も結構だわね。しかしすぐその統一会派だとかなんとかっていうことにならないんで、政策の連携じゃないですか。それはね、前よりは良くなってる。民主党さんにとっても新たな目覚めがあるんじゃないかなと期待してるんですけどね。はい、今は
ていう人はどちらかというとこう揺れてるところがあるんですけど、ね、それを前向きに捉えていきたいなと思ってます。衆議院は小選挙区だよね。小選挙以外もあるから、参議院も一人区ばっかり増えるの、これから。だからね、与党と野党の対決みたいになってるんですよ、制度が。すいません、野党が小さなものがいがみ合ってね、みんな出たら勝てるわけがないのよ。そういうこともあるのよ、選挙戦とか言って。今は小選挙区ですよ、衆議院は。参議院は一人区でどんどん数が増えてる。それは与党対野党なんだよね。それ野党が何人も出て、野党や選挙には勝てないわな。それが良い悪いの議論は別にありますよ。選挙制度は直さないかんのだけど、よろしくございましょうか。あとまた個別に、はい、どうもありがとうございました。